えー、はっしーです。おはようございます。今日はちょっと、真っ赤な T シャツでね、燃えるような思いで語ろうかと思います。イェーイ。<laughs> はい、えー、昨日までね、金沢、そして京都とみなさんのクリスタルポールの演奏会に行ってきました。で、今日はこれから大宮であ、えー、そして明日が、えー、クルーズ TV での撮影と。 いうことで、ええー、どん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 日程が、あの、消化というかね、できるように今なってます。本当に感謝申し上げます。で、えー、ちょっとね、あの、もう一度原点に戻った会話を、えー、一つしておこうと思います。それは、ええー、なんと言っても、あの、先進、見たまみきです。で、あの、今、あの、日程的に、 えー、大ブレイク中の石井和俊さんの、えー、お話し会を積極的に今日程を組んでます。で、そしてたくさんの人が、えー、石井さんのお話が聞きたい。<laughs> 石井さんの、えー、死生観。<laughs> あの世とはどんなものなのか。そしてこの世は何のためにあるのか。で、死んだ後はどうなっていくのかということ。この仕組みですね。仕組み。このことがみんながど,どうしても知りたくて、 たくさんの人が、えー、お話し会に来てくださってます。でです。ここからなんですけれど、とにかく一番大事なのは、えー、先進と見玉磨きなんです。<laughs> えっと、仕組みを伝えてもらうのは石井さんのお役目ですけれども、最後は、今この瞬間、えー、自分がどうやって波動を上げるのか、冷静を上げていくのか、 ね。えー、そして魂とは何なのかということを追求し、それをトレーニングし、波動を上げるのは自分でやるだけなんです。自分で。うん。だから、最後はここにもう立ち返ってください。そのことだけ今日の、えー、メッセージとして伝えたいんです。で、あのー、僕も、えー、石井和俊さんの話は、 え、もう5回以上聞いてます。<laughs> で、えー、これからも主催する立場ですので、毎回聞いていくことになるので、えー、こう、皆さんよりもある意味得な、得してるんです。その主催をしてる分だけ。うん。なぜって、それだけお話を聞けるからです。で、えー、どん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 腑に落ちていくわけですけど、とにかくね、洗脳があまりにもね、深すぎたんです。私たち。あの、D と S に。 もう、とにかく、嘘ばっかり教えられたんです。それが、一つ。まず、自分が創造主であることを、ね、忘れさせられたんです。で、二つ。ね、私たちは、とにかく、もう、不安、恐怖、恐れを植え付けさせられたんです。その中の一つに、死んだら不幸。ね、うん、死んだら終わり、みたいなのを、 もうね、すり込まれたんです。だから、何度も何度も同じ話を繰り返し聞く必要があるんです。わかりますかだから、石井さんの話が大事。そして、近藤幸次郎さんのお話も大事です。ね。だけれども、最後は、先進です、先進。ここです。もう一回読み上げます。先進。常の心。強く、正しく、明るく、がを折り。 よろしからの欲を捨て、皆仲良く愛はして、清く感謝の生活をなせ。これを目指すんです。そして起こしてはならないのがご法度の心です。ご法度の心。憎しみ、妬み、曾ねみ、羨み、呪い,い、怒り、不平、不満。疑い、迷い、心配心、咎めの心、イライラする心、せかせかする心。 卑屈な心を起こしてはならないです。ね。これの練習をするんです。練習。ね。そして今度は裏側です。しくご言です。いきます。与えられたことを感謝して生きよ。次。与えられたことを拒む。これ、よろしからの抑止なり。ね。与えられないことを感謝して生きよ。 最後、与えられないことを欲する。これ、よろしからぬ欲しなりです。ここを本当に魂の根底まで染み込ませてください。そして最後、ここがとても、えー、大切になります。菩薩下座の行です。菩薩下座の行。身の周りに起こるご法度の心を起こさせるような すべてのいわゆる嫌なことに対してひたすら感謝するという行を言うです。これは本当に、まあ文章としてはたったこれだけですけども、やるとなったら本当に覚悟はいります。<laughs> 私もここまで先進を取り組んできてますが、それでも自分の心がブレます。 あっち行ったり、こっち行ったり。うん。だから、えー、20年間やってきても、まだ、あの、卒業できません。<laughs> なので、本当にここは簡単なようですけども、えー、いざ本気で始めると、非常に、あのー、こう、まあ、難しいって言うと、またそれがまた難しいが連鎖しちゃうから、あんまり使いたくないけれども、覚悟はいるということです。ね。で、もう一度整理します。ね。 えー、こ今、石井和俊さんの死生観、あの世に行った話、で、あの世がどういう仕組みだったか話、ね、それから未来予想している YouTuber がいっぱいいますけれども、そんなことをフォーカスするのではなくて、ね、今この瞬間がどうして大切なのかということに腑に落としてほしいということだけなんです。ね、そのためにおひれ、はひれつけて解説してるだけなんです。 このことをぜひ皆さんにこうメッセージをしてとても伝えたいことです。ねえー、他にも、えー、いろんな方が予知的なことを言ったり、ねえー、いろんな大峠が来るという表現もしてますが三次元的な私たちから見た大峠と宇宙の創造神が見た大峠とか この世の中のクリアリングって言ったらいいのかな、うん、大掃除って言ったらいいから。これね、全然視点が違う。考え方がまるっきり逆なんです。このことがなかなか、なかなか理解できないんです。えっと、例えばもう一つ言うと、えー、創造主はなぜサタンを作ったのか。なぜ創造主は悪魔を作ったのかということがあるんです。 だけれども結局はこの悪魔と言われている、まあ、ルシファーとかねルシエルっていう言葉があるんですけど実はこれは要はもともとは神だったんです創造主だったこの創造主があえてもう悪魔中の悪魔ね、うん、ああの悪人中の悪人を徹してくれたんですわかりますこのこの2つのことがちゃんと理解してくると この世とあの世。そしてこれから来る金融崩壊、経済崩壊。こういったことの含めたこれからの魂の成長のために、一体何がメッセージ性があるかということが見えてくるんですが、もう一度言います。先進をしなさいということです。心を磨きなさい。ね。魂を磨きなさい。これだけだったんです。ここだけ。 この時に宗教もいらないし、ね。それから、下手なスピリチュアルもいらないんです。全部自分でやるんです。自分。まあ、ということで、ここが、もう僕の骨太。骨太です。うん。だから、ここからブレてはいけないということで、今日この、あの、メッセージを、ちょっと YouTube で、ね。熱く、熱く、この T シャツのごとく、真っ赤な、きっ感、ね。熱い気持ちで、 伝えました。イエー。